はい、えー、えー、ラプト理論プラスアルファはい、えー、ちょっとこれをちょっと取り上げたいと思いますはいえー、それでですねまずですねあのー、これが「久しぶりに <laughs> 炎上した」って出て時計地がけのオレンジさんね出てるんでええー えー、久しぶりですねもうラプト理論もね、えー、もう全部も影が <laughs> 薄れちゃってね、うん、もう発信する人がねもういろんなことでね本当にとに、うん、政治ね、うんえー、とか食べ物とかねいろいろね、えー、増えすぎちゃってもうラプト理論もね、えー、影がもう全くもううん。 本当にもう薄まっちゃって全然出てこない。え、これでさえ2.3万件の表、たった2.3万件ですからね。うん。230万ぐらいいけばね、うん。まだちょっと荒れだけど、2.3万件ですから、もう影響力っていうのはほぼない、ないですね。ラプトリ論もね。うん。はっきり言ってね。これはね、あの、別にけなしてるとかじゃなくて、そうじゃなくて、 もうラプト理論のようにいろいろやる人が増えたってことですね他にもね q a、AH、j f とかねどんどん増えてるしねいろ、えー、んなところがね他にもいっぱいあると思いますね、うん、あとは、えー、あれもあれをやってる人もね、うんえー、組織もいっぱいできてるしねあれのね、うん、あれしか言えなくてすみませんねはい、はい、それでえー、あの 昨日をね、あの撮ったんですけど、メインチャンネルね、それでトップに出しましたね、チャンネル登録を外してくださいということでね、チャンネル登録を外してください。で、この4番目のチャンネルはもう無理だと思うので、うん、これはクゾ三さんのね、動画ね、まあ、今朝消さないようにしてね、101万回いったのでね、 えそれでなんか増えたんですね、101万回も再生されればちょっと増えるってことはちょっと分かりましたね別にそれは吉幾三さんのファンが増えただけで、うん、私には関係ないので、ね、ただ、なんでかチャンネル登録ね、うん、しちゃうんですよね、うん、それは私もよく分かりますね、あの映画とかね、アニメとかね、えー、そういうの載ってれば、載せてくれる人がね、チャンネル登録しますからね。うん あとピアノもするしね、うんね、BGM とかね、宇宙戦艦ヤマートの切り抜きとか音楽とかね、銀河鉄道39とかね、はい、はい、何でもね、どんどんチャンネル登録しちゃうのでね、はいはいえー、それで私のはあの外してください、これ聞いてくださった方はね、私は何の影響力もございませんのでね、はい、全く影響力ないです。はい でこのラプト理論を見て喋ってるだけです。はい。だから、えー、私のところにコメント書かれてもね、うんあの、何がしたいんだか分かんないんですね、これはね、うん。分かりますでしょうか。はい。何の影響力もないね、はい、この私のね、このおしゃべり、えー、だらだらおしゃべり動画にね。うんえー、あと、この動画を聞いてる時間も非常に、あ,のあなた様の人生にとって、 えー、プラスにならないと思いますのであのもうここで切った方がいいと思いますねはいよろしいですかここで、えー、ストップして、えー、他にね素晴らしい YouTube 動画ねいっぱいありますからね他に素晴らしい YouTube 動画他にいっぱいもう,もういっぱいあなた様を、えー、幸せにするね YouTube 動画ももう無限にあってねもう世界中でどんどん毎日アップロードされてますねはい ですから、そちらを見てください、はいえー。この動画を再生していただかなくて結構ですので、はいえー、ただ私はもう自己満足でただ喋る続けるだけなので,、はいうん、で、チャンネル登録は外してくださいで。昨日外してくださいって言って20回ぐらいになったんですけど、1個も外れないで、うん、これはもう嫌がらせとしか思えないですね。外して 外してほしいって言ってんのに外さないんだから、うんうん、嫌がらせだよねうん本当にね、うん、あの外してだからだからって登録したままだってねなんかなるかっていうた何にもなんないからねあの、うん、何したいのかも全く分かんないよね、うん、タイトルつける前から再生されたりね、うん、何がしたいのかな私に。 ね、あの連絡してくる人もいないしね、うんうん、なんかね全然関係ないところでなんかね、えー、関係ないコメントがねたまにつきますけど、ね、吉幾三さんのはいっぱいついたけどね、うんうん、それは、ね、吉幾三さん頑張ってってね総理大臣になってってそういうコメントがねいっぱいつきましたけど、はいえー、そういうことでですね。はいえーで 私という人間をね、ここまで聞いてもうわかりますよね。どうにかしたいなら、コメントっていうのはもう何の意味もないので、コメントで私の思考がね、変わんないですよ。コメントでね。うんあなね、チンケなねンケなチ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 ンケななコメントでね、私の思想は変わりませんので、 私の思想をね変えたいと、うんえー、あんたは間違ってる、うん、バカすぎるはいはい、えー。もう何でも結構ですはいはいこちらにねお電話くださいはい、はい、これ静止してねはい静止してねあの番号を移してくださいはいはいゼゼロ九ロ六一ゼロ九二ゼロ六五ねはいゼゼロロ九六一ゼロ九二ゼロ六五はい。はい はい、電話番号を教えたくない方はね、自分の電話番号を教えたくない方は、えー、Facebook ピアニストピヨピヨ、Facebook ピアニストピヨピヨ、はいえー、これはメッセンジャーっていうのでできますね、はいえー、それから Instagram ピアニストピヨピヨ、これもこの2つは、ね、無料通話できますので、無料通話ね、お金は1円もかかりません、はいで、この後電話番号にかけてくだされば、 あの非通知じゃダメですからねあの、非通知でかけていただいてもね、電話できないですよね、こちらからね。うん、分かりますでしょうか。はい、非通知で電話されても、電話できませんので、うんこんだけ喋っててもね、あの非通知で、ね、かかってくるて、ね <laughs> あの。何がしたいのかね、うんなんか分かんないね、分かんないね。 えー、本当にバカなのかねそれ,それ分かんないですよ事情はね、まあ、いろんな事情があるかもしれないしね「うん、私のスマホはねあの非通知でしかできないんです」ってね、うんえー、ちょっとまずそっからね調べてほしいんですよねいいですかはい「私のスマホは非通知設定しかできないんです」っていう方はね うんうん、あのまあいいそれは自由なのでねそれは自由なのでそれは自由なので非、はい、通知でどこに電話しようがそれは自由なので、はいえー、そういう時はねあのダウンロードしてね Facebook ね、えー、Instagram ねこれダウンロードしてね、えー、それで,、えー、でそのあとね私と。 通話した後ですねあの必要なくなくアンアンインストールってあるんじゃないですかね最初にまずインストールするわけですよ、うん、でアンインストールっていうのがあるので、はい、あのそれでやればあの消えますので、うんはい、それで、まあ、まあ数ヶ月か何かたてばねあの全部消えると思うんですよ、うん、まあ消えないかもしれないけど 別に、アンインストールして使わなければ別にね、うんうん、そんな、なんかなることはないと思う、ね。もうこの YouTube も同じだしね、うん、同じですね、ログアウトしたりね、うん、あのアカウント消すこともできますよね、はい、そういうようなことですね、でそういうこと何にもわかんない方はちょっとか申し訳ない、そこまでちょっとね、私も詳しくないしね、あの周りの方にちょっと聞いてください、うん、会社。 会社行ってたらね、会社のお友達に聞いてください。はい。はいえー、このぐらい喋ってですね、えー、あ、ほらね、温度がね、上がってね、ちょっとね、切れたらね、えー、どれか一本にね、あの集約しますんでね、ちょっとねあ、温度上がるとね、なんだかね、こういう出るんですよね。今大丈夫ですね。はい。これがね、これが謎なんだけどね、<laughs> 今とね、あの、ピアノのね、演奏を取る時はこんなこと言って、 機回もないのにね、うん。不思議ですね、これね。はいはい、あ、このカメラが近いからかな。わかんないですね。はい。えー、ということでね、私の動画を見る必要ないですね。あ、切れちゃった。一個切れちゃった。はい。一個切れちゃったので、えー、はい。あのー、こっちにね、はい。えー、します。この二つね。はい。えー、OK。終了します。 これ1個消えました、はい。はい。ということでね、このままいきますね。はいえー、メインチャンネルは大丈夫でしょう。はい、もう10分経ってますね。はいえー、血税で贅沢三昧。佳、え、子、ー、様、えー、もう様も別に私、つけたくないんだけどね。5日間のギリシャ訪問の宿泊費が約、えー、1473万円、うん。これね、こんなにね。 必要なのかとねいや必要なんだっていうね、うん、これがもう素晴らしいことなんですよっていうね人とね、うんえーえー、1473万円だってことが判明一方で2999のニットを着用して役所名アピールっていう記事ですねでこれは別にラップと理論だけじゃなくてもう一う いいっぱもう山ほど乗ってますからね、うんえー、ただこのラプト理論をね、えー、目の敵にしてねコメントがつくわけですねはい非常に面白いと思いますねはい、うん、でその,あのコメント書けば書くほどね逆効果っていうのがね分かってないんですよね、うん、いっつもねこの2.3万とかいかないんですよラプト理論ね今採用見込みしてみますか こうやって書けば書くほど数字がほら2.4万にね上がっていくわけですよねだからこういう分かるよねこれ普通ねうん騒げば騒ぐほどみんなそこに注目するんだからコメント見たくてねあのそれ見るんだからね何が書いてあるんだろうってねうんコメントを目的に見るわけですよねうんそんなことみんな分かってますよね,あのねこれだけ SNS が発展してねうん。 はいそれで私はもう長く言ってますのでもうこの一本だけね見てねあのー、まあコメントね、うん、コメントについてもさっき言いましたよねもう10分以上12分喋ってますんでねはいはいねよろしいですかはいえ本当にねもう12分もねあなた様のね人生ね本当に無駄な時間ですよねうん。 他に楽しいことやってればいいのにね。わざわざね、この <laughs>、なんだかわかんないね。どこの馬の骨かわかんないね。うんマイナーなね。チャンネルのこの、ダラダラ喋りを一生懸命聞いてね。それでね、それでもコメントを書くっていうね。すごいな。逆すごいなっていうね、<laughs> 思うわけですよね。ここまで言ってもね。うん うん、で、チャンネル登録ね、あのー、逆に増えちゃったりね、うん、本当に嫌がらせだよね。別にいいけどね <laughs>、別に何やら、チャンネル登録がね、あの、外す、自分、私の方で外せればね、本当にいいんですけどね、そういう仕組みにね、そのうちになら、なるかな、うん、なるかどうかわかんないんですけどね、それ要望したいね、YouTube にね、はい。うん、別にもうね、もう、 もうちょっとねこれね4番目のチャンネル4000になっちゃいますねこれね、うん、これはもうなっちゃうでしょうねもう時間経てばね、うん、もういっぱい動画上げてあるからね <laughs> もうずっともう何年も喋ってきてますからねで3万本消えてね、うん、3万本消えたんですよ3万本ね、うん、3万本ですよ、うん、分かりますか、うんうん、分かりますかね <laughs>、うん どれだけお前しつこいんだってね。うん。もうね。うん。はい。えしつこいですね。私ね、はい、ね。はい。はい。それで、え明治天皇すり替えね。明治天皇すり替え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 ですね。明治天皇すり替え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 。 明治ですね、あの話題のね、話題の明治ですね、はい、明治成果でね、えー、ツイッター検索してください、X ね、えーつ、X って言いたくないので、私ね、ツイッターって言ってるんですよね、はいあの、検索してくださいね、明治成果ね、あと CA の D の、の、あの、あれですね、うん、グですね、はい、はい、これね、もう、もう誰でも知ってると思いますけどね、これね、検索してるしください、横のあ、 え昨日と昨日一日かな、うん。それがね、ツイッタートレンドになってましたね。トレンドになってましたほらね。だからみんなもう、それがね、今ね、一番重要なんですよ。女はね、うん、1473万円がどうでもいいんだよね、うん。今はね、この市へのあれね、明治政下ね、うん。明治政下が一番のね、関心事なんですよ、これは。うん あこの町田君ってほら映ってるね町田君ね町田んのあのほら細川先生も入って細川博先生も入ってるじゃないですかこれね、うん、だからもうもうやばいよこれ、うん、細川博先生もねこれほ,ほら町田君とほら、うんうん、もう伸びちゃうね町田君どんどん伸びちゃうね人気上がっちゃいますねはいはいねこれをね図がね図が出てますんでね町田君の記事見てくれればね これがねね重要なんですよそれでもう不買運動のトップにね明治政下立っちゃってねもう断トツトップですねだからもうね明治政果でね働いてる人とかねほんとやばいよねこれやばいすぎるよねなんでそんなとこで働くのっていうねあと公務員ね公務員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 ね これ全部何か、だって公務員がやってんだからね、日本国をね、公務員がやってるんですよね、うん。もう本当に小さくな子が、あの、なんで20キロまで出る自転車なんだか、何考えてんのかなと思ってね、うん。キックボードはもうそんな見ないけどね、キックボードね、全然。相模原では見たことないけどね、うん。 それでまだまだねその自転車高いみたいですからねうんあのまだ買う人そんないないかもしれないですけどねもうそれどころじゃないっていうかねお米がないしねうんでも昨日もね「信用創造」っていう動画をしゃべりましたけどね信用創造ねうん信用創造なんてねあの嘘だからね経済学とかね嘘ですからねうん嘘ですからねうんお金ただの紙ですからね 1473万円ってね、これね、ただ、千五1500枚でしょ、紙が。紙を1500枚使っただけの話ですよね。だから、からもうどこが儲かるのですか、飛行機会社とかね、うん、うん、うん、いろいろね、うん、いろいろ、うん、儲かるところはいいじゃないですか、ね。うん。ただから紙だからね。いくらでも印刷すればあるんでね、経済学もないんですよ。信用創造もないんですよ、そんなのね、うんうん。 あの、関係ないんですけど、紙なんですよ。ただの紙ね。ただの紙です。で、過コ様がね、過コ様がスマホ持っててね、あ、私スマホでやるわってね、あの、スマホだったらね、もう本当に、ただの数字だからね、ただの数字、も紙もいらないからね、うん、紙もいらないでしょ。うん、誰でもわかりますよね。はい。はい、えー。もうそういう単純な話なんですね。はい。イメージ10のすり替え言いましたね。あと、プチエンジェルね。 天皇家のプチエンジェルね、これのもツイッターで検索してくださいね。えー、私もね、あのノートっていうね、ノートとライブ堂に集めてね、えー、ずっと長年やってますけどね、はい、えー。天皇家のプチエンジェルね、はい。天皇家のプチエンジェルね、秋篠宮ね、えー、プチエンジェルね、はい。はい。はい。えー、これね、はい。えー、で、えー、太平記ね、太平記、はい。太平記っていうね、 この素晴らしいね NHK ね「悪名高き NHK」NH のね素晴らしいね真田広之さん主演のねこれはね面白いですよこれはもうね本当面白い、うん、素晴らしいね、うん、やっぱりねやっぱ NHK っていうのはお金がありますからねうんもうどんなねすごい俳優さんでもねあの脚本は誰だったかね音,音楽はね三枝重明先生でね もう素晴らしいもう限りですね、うん、あなんだっけな、うん、脚,本脚本原作っていうかね、うん、ああジェームス・ミッキーさんっていう方だっけなちょっと忘れちゃいましたね、まあ、昔のね、えー、ドラマ大河ドラマでございますね、はいえー、つまりね後醍醐天皇っていう方がいてね、えー、でもうね足利高 でその辺ちょっと詳しく忘れちゃったけど <laughs> 要は天皇が2人いるっていうね二大法朝制ですね、はい、えつまり、えーね、この旗印ですね、はい、旗印を立てれば正義になるっていう、うんえー、ことでございますね、はい、だから誰でもいいわけですね、はい、何でもいいわけですね、はい、でもっとさらに古代にねああ何だっけ伊藤博文が何々を えー、なんとか天皇を暗殺したってねこれね、うんあのうん、結構話題ですよツイッターね「伊藤博文」で調べてくださいね「明日の世界通算」とね「明日の世界通算、ね」うん、通算がやるとねもう結構な人がねもうピッてやったらねもう今ね誰でもですけどね昨日も言いましたけどね内海、えー、悟先生がピッてやるとねもう数万人の人がね一瞬で知るわけですよね、うん、数千人から数万人の人がね うん、そしたらその中にね、あのー、YouTuber とかね、うん、あと Twitter でお金稼ぎたい人とかねもうみんな見てますからねみんな見てますからね、うん、なんかお金になるネタないかなってね,このね、うん、もうもう YouTuber ね、うん、で講演会やったりねオンラインサロンやりってやったりねもうねみんなお金を儲けたいからね、うんうん、私は1円もいらないので、ね、私は1円もいりませんのでねはい。 苦しいでしょうかね。はいはいはいもうん、ね、うん、お金はねはいはい、えー、もう十分ねありますね自分が生きていくだけねうんあのもう超貧乏ですけどね超超超超貧乏ね、えー、もう超貧乏はね素晴らしいですねもう本当に自由ですね何も持ってないので私ね、えー、何も持ってないのでうんあのピアノだけは欲しいですねなんかねピアノ弾けるところねピアノはいらないけどね電子ピアノでいいのでね うん、ピアノをねもうちょっと自由に弾けるところが欲しいですね、うん、それが望めだな今のね <laughs>、うん、ヘッドホンでやってるからね、うん、ヘッドホンだとね、うん、やっぱね、うんえー、ちょっとね、うん、ヘッドホン嫌ですねやっぱねヘッドホン嫌い私ね、うん、あのだから本当にレコーディングとかそういうのはいいけどね まあヘッドホンがちょっと安いのかもしれない。えー、それでも何千円かの買ったんですけどね。うん、はい。<laughs> そういうことでね、はい太平気に言いましたね。はい。えー、ここまで言ってね、あの、これね、あの、あなた様がね、お金をもらってこれ、YouTube にコメント書く方でないならね、うん、YouTube でねお金、おコメント書いてね、うん あそでもそういう人って結構今もう簡単にブロック YouTube 自体がブロックしちゃうよね、うんうん、だからつ YouTube は少ないかもしれないですねはい、はい、このぐらいであとは、えー、もっと魚こぼると、ま、所有の概念っていうね所有の概念、はい、所有の概念でねいろいろお,お,お,お勉強をね、えー、私もいたしておりますのでね所有の概念ね えー、この土地は何であなたのものなんですかっていうことがどうして始まったのかっていうね、えー、そういうところに、えー、なってくるわけですねそしてムーとかアトランティスとかそういう言葉がね出てくるんですけどねまあそこまではね、うん、あ,のあれ言わないですけどね、まあ、縄文土器のね作り方はねちょっとね分かる人を、ね、調べた縄文土器ね縄文土器っていうのは作れないみたいですからね、うん えー、あと明治天皇すり替えの,の、ね、あの作家のねあの,なんですあの先生ね、うんえー、ま今、あ、たくさんいると思いますけどね、うんまあ、お米っていうものがねあの所有の概念の始まりかなっていう話がねちょっと、えー、あの先生何て言ったっけなあの歴史作家のねあ梶正和先生ね梶正和先生、はい、図書館にね本ありますんでね。 本はね、図書館でね、本は図書館でね、はいえー、私は南ア明タあルですね。別にその南へ明日タールを盲信、えー、し,してるわけじゃないですね。もっとすごい情報を出してくれる人がいればね、えー、そっちに移りますんでね、<laughs> 移りますんでね。これは当たり前ですよね。うんうん、より詳しくね、うん、どうしたらお金ってものをなくせんのかとかね、うん、どう具体的にね。うんうんはいねうん まあどうしたら幸せになれますかみたいなのはねちょっとねもう哲学になってくるからねまあ幸せっていうのは何をもってねうんだから私今幸せなのでえ今度ねだから自然の法則チャンネルさんね自然の法則さんチャンネルさん見てくださいね表裏一体裏と思ってですねえこの幸せな状態になると今度はねこうやってトラブルを求めるようになるっていうねえことですね <laughs>。だから もうそれはね、まあ現代人もほとんどそうですよね。やっぱりね、トラブルも必要なんですよ。トラブルとかね。うん、まあそう言っちゃったらあれだけどね。うん、いやー、こんなに苦しいのに、お前そんな、ね、うん、えー。こと言うなよってね。うん。それもそう。うん、そうですね。うん。でも私も、だってね、結構苦しかったですよ。うん。誰でもね、みんな同じですよね。うん。それで、あとはね、 うんまあえー、アカシック・レコードとか、ねえー、サムシング・グレートとかね南アシュタールは絶対無限の存在っていう言葉がありますねあと神様、ね、神様、はい、今度は、ね、ラプトリロンはキリスト教ですよね、えー、仏教もあるしイスラム教もあるし、ね、宗教いっぱいありますね、はい、で宗教はねあのいいと思うんですけども、えー、お金を集めるんですよねお金をね、はい、お金を集めるんだよね うん、だから、キリストさん、元祖キリストさんとかね、えー、お,お釈迦様とかね、お金集めたかどうか分かんない。はい、はい、オンラインサロン入ってくださいってね。えー、オンラインサロンは当,当時はないですからね、うん。そういうことはね、多分やってないと思うんですけどね。えー、まあ、それはねあの、自分で考えてくださいね。はい、調べてね。はい、はい、そんな感じでね。 えこれがタイトルでございますね。はい、ということでね,、えー、ねあなた様の、ね、人生の時間をね、えー、30分もね無駄にし,、ま、してしまいましたね、はいはい、本当に申し訳ない、ね。でもこれをね、えー、選択したのはあなた様ですね。はいはい、ですよね。うん 私がこれ私動画見てくださいなんて一言も言ってないですね。言ってないですね。見ないでくださいって最初に言ってますからね。はい。うん。ね。はい。わかりますかね。他に素晴らしい動画いっぱいあるんですよね。音楽もね。音楽もいっぱいあるしね。うん。映画もね。はい。アニメのね。アニメのね、ほら、ほら。もう、全何話っていうのね。なんかね、急にね、いつからかね、 いいっぱ出てんですよ、ね、あの、うん、あ,れ見き見あれ見る人全部見る人いるのかな、うん、ちょっとねそれで大体同じようなストーリーってねちょっと見たんですけどね、うん、結構見たかな。<laughs> うん、でもねいろいろねまたね「仮面ライダー」も次々出てくるしね今ね「00サイボーグ009ゼ」ゼも出てくるしね。 塚治虫先生のもいっぱい出てくるしね、もう見切れないんですよね。あとね、やっぱりね、音楽家のね、あの、いつも言ってるね、今日は言わないですけどね、えー、素晴らしい先生方ね、次々出てくるからね、もう見切れないですね、本当に YouTube ね。はい、はい、と、はい、いうことでね、そんな中でこの動画を選んでね、はい、はい、えー、そういうことでですね、はい。 はい。これがタイトルですね。贅沢三昧ね。はい。うん。まあ、1473万円は安いとかね。うん。まあ、安いも何もないんですよ。紙なんですよ。ただの紙。ただの紙。<laughs> お金はただの紙ですね。はい。うん。はい。で、お金をね、印刷しすぎてね。はいはい。もう、なん、何千回言ったかわかりませんけど、お金を印刷しすぎて、お金に価値がなくなりますね。はい。えー、そうすると、 あのね、誰が困るのかっていうね、誰が困るのかっていうね、はい、今、ドルがね、どうのこうのってね、ドルとか、昨日なんだけど、なんとかコイン、なんとかコインわかんないけどね、なんかすごい下がったとかね、いっぱいなんとか出てました、興味ないけどね、あと、ブリックスっていうのが出てきてね、同じですよね、うん、うん。ドルがブリックスに変わっただけの話でね、あの、同じじゃないですか、名前が変わっただけだからね、うん、うん。 そうですよね。うん。名前が変わっただけですよ。うん。これ、通貨発行権ね。えー、通貨発行権ね。あのー、もうわかんないですね。ざっくりわかるさんのね、えー。ざっくりわかるさんの見てくださいね。はい。で、私はね、まあいろんな方がね、あの、国債とかね、そういう言葉言,言ってるけどね、国債がどうったらこうったらとかね、えー。そんなんじゃなくて、ただの紙なんですよ。<laughs> うん、ただの紙なんですよ、全部ね。うん、紙でしょ、うん。小切手とかね。紙じゃないですか。うんうんねうんえー、それで、あの、寺沢 V 一さんの悟空っていうのをずーっと言ってきましたね。寺沢 V 一さんの悟空ね。あとは犬屋敷っていうね、映画ね。木梨憲武さんのね、映画見てくださいね。はい、ね、お金をビーって増やすところが出てきますからね。はい、あのそこだけ見てください。<laughs> でもね、でも、でも面白いですよ、映画ね。うん、あとね、面白いドラマとか映画とかね、あったよね、教えてください。はい、はい、はい。あの、うん、それはコメントでもいいです。それはね、面白いドラマね。うん、はい、わかんないですけどね。はい、はい、えー、これ30分ですね、はい。はい。ということで、このぐらいでなんか伝わりましたね。ああ、そうそう、だからね、天皇家ね。うん、天皇家ね、最後にね。 あの天皇家好きな人ねやればいいじゃないですかね私興味ないから、うん、興味ないえただ私は純粋な日本人でございますね、はいえー、今分かってる限りねうん、えー、本当にね、うん、まあその「高橋」っていう名字がね「高橋」って名字が、まあ、どうなのかは知らないけど、うん、まあねあの横浜で生まれてね、うんえー、相模原にね多くいてね、えー、杉並に引っ越したりね、はい えー、この辺にしかいないですこの辺にね、うん、あの昔ね昔ね、うん、あそれでねあの立川に行ってね、うん、立川に行ってねはいピアノ教室やりましたねはいはい、えー、あとどこ行ったかなうん、うんえー、ちょっと覚えてない <laughs>、うんうん、で今相模原にいますんでね相模原ね、はい、お近くの方はねあのお会いしてもて 大全然大丈夫ですねあと音楽一緒にやってくださる方はね、はいえー、もう汚いじりね顔もいっぱい出てますんでね、はいはいえー、それでもねいいっていうおっしゃってくださる方はね、うん、別に音楽じゃなくてもいいしね映画見に行ってもいいしね <laughs> 映画見に行ってもいいですしね別に男性女性問わずね遊んでくださる方ねうんうん まあそれとね,、あのーベーとねベ、ベースとかねベースベースとかねボン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 って弾いてくださるとねベースとか安いからねそんな高くない高いのじゃなくていいねベースアンプとね、うん、あのボン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 って弾いてくださる方がいらっしゃればね、うん、それもね、まあ、ちょっとは難しいですけどね難しいですけどね、うん、まあフィアの連弾でもいいしね、うん、あとフルートとかそういうのメロディーの楽器でもいいですし何でも歌でもいいですしね。 はいはい、えー、はい歌なんて誰でも歌えますよね、うん、誰でも歌えるけどねまああのー、人の前で歌うのは大変ですねうんまあでもカラオケいっぱいやってればね、うん、<laughs> あの、うん、やっぱそういうもんね練習っていうかね恥かいてねハチ描くのも別にね誰も気にしてないしね面白い,じゃないですはいということではいはいということでねこれタイトルねはい えー、贅沢三昧ねはい、はいはい、これをねタイトルでね、はいえーまあ、今いろいろ言いましてね、はいえー、それねあのちゃんとあのうんあの、うん、あの調べてね調べてくださいね、はい、調べてくださいね、はいえー、私はもう,そのねもう明治維新のこととかね結構ねいろいろ見ましたんでね、うん、んであそういうのもいっぱい載ってますしね、はい、載ってますんでね、はい 何が本当なのかね、何が本当なのか、えー、自分で、えー、これを論理的に考えてみてください。はい、はい、このぐらいで、えー、はい、再、え、三、ー、言いましたけど、えー、ケチなコメントは、えー、あの意味ないんでね、はいえー、さっき電話番号やりましたね、はい、えー、Facebook、ピアニスト、ピヨピヨ Instagram、ピアニスト、ピ無料通話ですね、お金かかりませんのでね、はい、はい、どうも、すみません、失礼します。